おっしゃー、いい音。よいしょ。おっしゃ、おっしゃ、あいよいよ南国に出発ですよ。簡単ですよ、出国なんて。今回の抱負をお願いします。今回はスティックフィッシュを取ってやろうと思って。伊豆大島のようには行かないかもしれないですよ。大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあこれで寝て起きたら楽園に到着ということでよろしくお願いします。すぐ寝ちゃうから。In keeping with TSA directives, we ask that all guests do not congregate in the aisles, laboratory areas, galleyways, and the cockpit entryway. We do have some mesh curtains dividing our business class cabin from our main cabin. We ask that those guests seated in our main cabin, rows 11 and higher, do not pass these mesh curtains, so the privacy of our business class guests is the well as the safety and security of our flight deck. おはようございます。今日はオイハワイ最大のイベント、レイクウィルソンでピーコックバス、無事に今日はね遅刻しないでね30分前ぐらいに到着することができました。それじゃあね、ピーコックバス狙って頑張ります。ワイロです。お、ありがとう。おかき好きって言ってたよ。おかき、Thank you. おかきセット。ありがとう。今日は天気悪そうだね。あ、I think どんどんあのストーリーもっと OK。昨日ちょっと風強い。今日 ちょっとはマシになる。はい、お願いします。淡々と始まったな。おお、それはもう淡々と。おっしゃ、今度はレッドか、どうか、ピコーク、レッドじゃないことを祈る。いやいやいや、でかくはない。またトルネードピコーク。頼まれたって。いや大丈夫大丈夫、行けます。
よいしょ。はい、成功できましたよ。リールはルビアス、レジットデザインのルアマがコラボロット、小ぶりだけどバホーって出てくれました。じゃあ逃がします。イエイ。おっしゃー、いい音。今のを待っていた。今のいい音。いやー、今のを待った。ちょっとドラグ緩すぎか。いい音した。ありがとうレイクウィルソン。うん、これは取りたいな。ナイス。おお、いい曲がり。ルビアスいい仕事してますよ。これでバレたら嫌だけど。見てください、このドラグ。わかんない、ビビってちょっとドラグ弱でやってます。ああ、全然上がってこないよ。大きいよこれ。ナイスナイスナイス。元気スーさん、ごめんね。あ、いい、ゆっくりやってて。ちょっとこれだけ取りたい。よし、もうちょいとっくりかな。ありがとう。タモチョゆる。オッケー、ちょっともらっちゃう。イエーイ。ありがとうございます。やっぱり天候でした。イエーイ。ねえ、ルビアスドラフね、いい感じで聞いてましたよ。こんな感じでハワイを楽しんでおります。楽しみすぎ。イエーイ。ちょっとコブもありますね、ちっちゃいけど。はい、こんな感じでルビアスの、ドラフが大活躍してくれました。おお、食った。入れ食い、最後入れ食いです。やっちゃうね。今スーさん、カメラ回ってます。イエーイ。俺も50くらいあるんじゃないかな。俺50あるかな。シマノ対コンプレックス対ルビアスの壮絶な戦いだから、これ抜けそうだ。じゃあ二人でぶつもし取ってもらっちゃうぜ。あー、抜けた。あー、イエーイ。42、42センチ。ルビアス。はい、じゃあ逃がします。アロさん、ありがとうございます。ナイス、ナイスキャスト、ナイスフィッシュ。上手上手。ありがとうございました。はい、というわけで帰ってきました。ハワイね、行ってたんですよね。あー、まあ1月も行ったんじゃねえかっていうところなんですけども、なんとね、今年は2回ハワイに行けちゃうっていうね、こういったスケジュールを組んでいて、それでね、1月に使わなかったタックルね、2月に発売された釣り道具なんかを買い足して行ってきたわけなんですけども、今回一番ね、大活躍したのがこのね、新しく出たですね、ルビアス。それの自分は LT の 2000S っていうモデルを買ったんですけども、もうほんと軽量ね。まず何をもってしても軽いっていうことで、これ試してみたいなーなんて言って持って行ったんですけども、あ、想像以上にね、良かったっていうことで、動画でね、一番こう引いてくれたピーコックバスなんかを中心にまとめてみたんですけども、こんな感じで P ラインね、これはあのシーガーの完全シーバスの 0.85 ね、細めの PE ラインを入れて、そんでルアーがですね、ここら辺のをね、使ってたんですけども、ゲイリー山本の山線香の2インチって、これね、超小さいやつなんですけども、これがね、もうほんとよく釣れるっていうことで、ハワイに行くんだったら絶対買っていった方がいいね、ルアーの一つなんですけども、ポイントはですね、トラブらなかった。ね。まあ軽いっていうのは何よりもなんですけども、ここら辺のこの
2インチのね山線香に、そんですげえ引く魚がかかっちゃう場合があるんで、針は太めのね太軸でフッ素加工してあるようなやつとかね、そういったのを準備していくんですけども、そうは言ってもこんなね小さいワームなんで、これを一日中脳進化でこう投げ続けるような、そういったスタイルのね釣り方があるんですけども、いやー1回ぐらいふかふかで巻き取るから、なんというかこうバックラッシュ、もも、ったりするんじゃないかなって思ってね覚悟していったんですが、一回もねトラブらなかったっていうの、これがねまず驚きで、まあその他にもね軽めのミノーとかね、いろいろな釣り方で釣れたりして、まあとにかくこのリールをね今回は、よく使ったなっていう印象なんですけども、トラブらないね。であとはもうねとにかくねキープキャストなんですよね、投げて投げて投げて神出鬼没でいきなりこう活性の上がるですねピーコックバスに、ルアーを入れていくっていうね、まあボイルとかして目に見えていたらね比較的あーっていう感じで、釣れるんですけど、ボイルしてない時間はもうとにかく投げてとにかく投げて、なんだろうやる気のないピーコックバスにこう素早いチチチこういうねチッてもうね逃げてくよっていう動きで、食い気を誘うっていう感じの釣り方になるんですが、軽いルアーを投げ続けて本当によくトラブらなかったっていうのと、一日中投げるのでこの軽さがねもうほんとこんな感じの指でねつまめちゃうぐらいのね 150g 台のねこの軽さ、これがね非常にね今回ね助かったなね。で竿もね短め軽めの竿で準備していくんで、それに軽いリールをつけて、まあ竿はねこういった感じのレジットデザインと、ルアーマガのねコラボのね、昔出たモデルなんですけど、この3本継ぎの竿ね、これがね継いでも 5.9 フィートっていうことで非常にね軽いんですよね。ですごい曲がりも良くて、あと軽いルアーからちょっとしたミノーまで、何でも投げれるっていうことで、海から淡水からね、スピニングはほとんどこのタックルで今回釣りをしたんですけども、これにこんな感じのねルビアスを組み合わせたところ、非常にね軽快に釣りを進めることができたなっていうことで、まあねそんで途中でねカメラに映るかななんてこうドラグなんて言ってねリール寄せたりしましたけど、ドラグの滑り出しが非常に良かったのが印象的で、なんだろう今こんな感じなんだって思ってね、ずっとねシマノのねコンプレックスとか使っていたので、そういうまあシマノのリールと比べると、まああとこのこれは実際に触ってみてになるんですけど、この巻いた時の巻き心地がね、以前の結構旧型のルビアスとか好きで使ってたんですけども、その頃に比べたらなんかぐっとねこうヌルヌルした感じになったな、なんだろうちょっとね自分の好きなね感じ、人によってはね昔のこう、周りもすごい軽やかな台輪のねモデルが好きって方もいるかと思うんですけども、この新しいルビアスに関してはまあマグシールドとかが入ってたりするのも関係するのかね、なんかちょっと、しっとりとした巻き心地に変わったな、で自分はそれが非常に好みの巻き心地なんで、ちょっとだけこうぬるっとしたようなね巻き心地、これでトラブらなくて軽くて、まあ、2万円台で買えてっていうことで、これはねちょっと久しぶりにうおーすっげーリールだなーなんて言ってねずっと使ってて感動したんで、まあちょっとシーバス用にもね一個ね好きな感じの番手があったら追加で買ってみようかななんていう風に思っちゃいましたね。まあ何にしてもねまあこの後もね動画ちょいちょい魚は釣れたんで、いろいろルビアスで釣れた実調シーンの動画なんか、アップしていけるのかななんて思うんですけども、まずはね今回ね第1弾としてまあこのリールを使ってまあこういった軽めのねルアーを投げ続ける釣りね、まあそれでまあ釣れたところだけねこう投げてヒットをドラグが出たっていうところだけまとめてみたんですけども、本当にね
買ってよかったリールだななんていうふうに思いましたので、まとめてみました。というわけで本日の釣り子 TV は追いハワイっていうことで、またねあのレイクウィルソンに行って、で新しく手に入れたルビアスでね、釣りしてきてみたいな、こういった、動画でした。はい、釣り子 TV でした。